ワールドチャンピオンシップモータースポーツは、かつて、ロードレース世界選手権に参戦していた、レーシングチーム。ブラータ WCM1992 年に、アメリカのモータースポーツ愛好家、ボブ・マクリーンと、イギリスのエンジニア兼ジャーナリストの、ピーター・グリフォードにより設立された。同年より、ROC やマハで、ロードレース世界選手権 500cc クラスに参戦を、開始する。 ニール・マッケンジーやニール・ホジソンらの活躍でライダーズランキング10位前後というプライベーターとしてはかなり良好な成績を何度か残した。1997年チームに転機が訪れた。シーズン開幕時にはカーグ・マッカーシー一人が ROC ・ RO C ヤマハ・オカル、例年と同様と体制だったが、第2戦終了後にヤマハ・プラモーター・レーシングチームが急遽撤退することになり、 ヤマハは行き場を失った2台のユーザー500と2人のライダーの引き継ぎを WCM チームに依頼した。第3戦ヘレスより WCM チームは新たに栄養ドリンクメーカーレッドブルのスポンサードを得てレッドブルヤマハ WCM として2台のユーザー500と1台の ROC ヤマハを走らせることになった。突然ワークスマシンとトップクラスのライダーを得たチームの パフォーマンスは大きく向上し、第4戦ムジェロでは、カダローラがチームに初表彰台をもたらした。契約上の問題からコーサーは、シーズン途中でチームを去り、マッカーシーが変わって、ユーザー500に乗るようになった。最終的に4回表彰台を獲得したカダローラは、この時点でのチーム最高位となる、シリーズランキング6位に入った。1998年、チームは、 レッドブルの地元、オーストリアに本拠地を移した。ライダーのラインナップは一新され、サイモン・クラファーとレジス・ラコーニがユーザーを勝った。第8戦ドニントンで、クラファーはチームに初の勝利をもたらした。翌1999年は、第12戦バレンシアでラコーニが自身初となる勝利を果たした。一方、クラファーは、ミシュランタイヤへの順応に苦しみ低迷。 シーズン途中でギャリー・マッコイと交代になった。マッコイはラコーニが勝利したバレンシアで3位表彰台を獲得した。2000年がチームにとっての絶頂期となった。マッコイとラコーニは共にチームに残留し、マッコイがシーズン3勝を果たしシリーズ5位を獲得した。また彼のスライド双法を駆使した豪快なコーナーリングは、 多くのメディアやファンの注目を集めるところとなった。翌2001年は、ラコーニに代わって、前年度スーパーバイク世界選手権、シリーズ2位の羽賀のりゆが、チームに加入した。マッコイは怪我の影響もあって、未勝利のシリーズ12位に終わる。羽賀も乗り慣れないユーザー500に手こずって、シリーズ14位に沈んだ。2002年、 500cc クラスは再編されて、モートジッピークラスとなり、新たに4ストローク 990cc のマシンが主力となったが、WCM は旧型のユーザー500を使い続けることになった。ハ賀に代わって加入したジョン・ホープキンスは、ルーキーとしては、まずまずの活躍を見せて、シリーズ15位に入った。一方、マッコイは怪我で欠場することも多く、シリーズ20位に沈んだ。 6年間スポンサーを務めたレッドブルはこの年をもってチームを去り、翌年からは 125cc クラスの KTM チームをサポートするようになった。2003年2003年、ライダーラインナップは一新されクリス・バーンズとラルフ・ワールドマンのペアとなった。チームはイギリスのハリス・パフォーマンス・プロダクツと提携し、新たにハリス WCM としてシリーズを戦っていくことになった。 ROC と同様、かつてユーザー500のエンジンを搭載したオリジナルフレームのマシンを開発していたハリスと共に、今度は市販車のユースフ R1 のエンジンをベースとしたオリジナルの4ストロークモートジッピーマシンを開発したが、このマシンはフィムにより失格処分が下された。テクニカルレギュレーション中のプロトタイプのマシンのみ参戦かの条文に多くのエンジンパーツを ユースフ R1 と共用する点が停職していると判断されたためである。チームは国際規律裁判所に控訴したが、決定が覆ることはなかった。さらにスポーツ仲裁裁判所に控訴したが却下され、失格が確定となった。この裁定を受けて、第8000ントンよりチームは1993年型の ROC ヤマハと、 2001年型のセイバー V4 を引っ張り出してきて戦う羽目になった。ワルドマンはレースに参戦することなくチームを去り、ダビド・ディアが代わりに参戦した。第11戦、エストリルでようやくレギュレーションに適合した新しい4ストロークマシンがデビューし、シーズンの残りを戦ったが、結局この年は1ポイントも獲得することはできなかった。2004年2004年は、 クリス・バーンズとミシェル・ファブリツィオのペアになったが、バーンズはシーズン半ばで、怪我のためジェームス・エリソンに交代となった。さらにエリソンは途中でアプリリアに移ることになり、その代役をウィ・ー・オイチが務めた。2005年2005年シーズンは、チェコのバイクメーカーブラータと提携し、チーム名も新たにブラータ WCM として戦うことが発表された。 ジェームス・エリソンとフランコは第2オライダーに、チームは当初は従来型のハリス WCM で戦い、第11戦ブルノには新しい V6 エンジンを搭載したマシンがデビューするはずであったが、結局 V6 マシンがレースを戦うことはなかった。この年が WCM チームの GP 参戦最終年となった。2006年の暫定エントリーリストでは、WCM は ビモータエンジンを搭載し、ジェレミー・マクイリアムスとジェイソン・ペレスをライダーに参戦することが発表されていたが、最終的なエントリーリストに WCM の名前はなく、参戦は実現しなかった。2007年シーズンに向けては 250cc クラスを戦うウィノナ・レーシングと提携し、ウィノナ・ WCM としてモートジッピークラスへの復帰を画策していたが、 スポンサー集めに失敗し参戦はできなかった。ありがとうございます。